やあみんなこんにちは。偏差値5の僕が今回皆さんにね、必ずこの、よくわからない、このなんか無料でもらえたこのチケットでね、ロナウジーニョ、メッシ、コウチーニョをね引く方法をね教えようと思うよ。もうねこれはね俺どうこうじゃないんだ。なんか前世界丸見えで見たんだけど、なんか世界丸見えか忘れちゃった、なんかのテレビ番組で見たんだけど、なんかその外れれば外れるほど確率って高くなるみたいな、もう今の俺の説明で俺の偏差値の低さがねローテーしたと思うんだけど、ルーレットの黒と赤があって、例えば10回黒に連続で入った後に黒に入る確率と赤に入る確率どっちの方が高いのってなったら赤らしいんだよ。いや2分の1じゃんって思うんだけど、でもなんか収束、なんか確率は収束するみたいな感じでね、まあ、何言ってるか分かんないと思うけど、きっと賢い人には分かるんでしょう。なんか収束するみたいな、だから思ったわけ、このアニバーサリーチケット使うと500枚あるんだけど、これ引きまくって外れたタイミングでこっち引けばいいんじゃない。したらさ、外れていく中での確率当たりに収束してこっちで当たり引けるでしょ。完璧、天才の発想。よくわかんない人はなんかあの確率収束みたいなやつで調べたら出てくるかもしれないけど、俺は調べてないから出てこないかもしれないから、あんまり気にせずやっていきましょう。ってことでね、外れてほしい、バンバン外れてくれ。で500枚もあるからもうスキップして引いていくよ。オッケー、まずいね、当たりの確率が高まった。みんなこれを見た時に、うわ星5こんかったなとか思ったらあかんよ。あ、これで俺は当たりの確率が高まったってこう思わなきゃいけない。さあ次行こう。3、40連ぐらい星5、0だったらいいんじゃない。オッケー、いいんじゃないのこれ。もう一回高めていこうぜ、もう一回高めよう。星5くんなよマジで。いいね、いいんじゃない。30連して星5が来ないってことは、まあまあ来ないんじゃないかこれ。まあ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 いい確率なんじゃない。このガチャって何パーセントだっけ、確率ちょっと計算しますね。提供割合が 5%、 確率が 5% で30回引いて0の確率は今 20%。 いやもうちょっと収束させたいな、もう一声いこう。頼む、星5来ないでくれ、星5来ないでくれ。うわー、来やがった、ゼロに戻った、くそー、何をやってるんだお前はって思う人いるかもしれないけど、これよ、これを繰り返していく。とりあえず40連外れたら、おい、もう来んな、モスカル、お前もうみたいな名前しやがって。お前40連したら、おいおい、どんどん来るじゃねえかお前、やめてくれ。40連して出ない確率が 12.9% らしい。オッケー、来た、まず1回目、頼む、くんな。オッケー、2回目、徐々に高めてるよ今。おお、来ちゃった、あかんこれ、あかんこれ、もう100枚なくなる、確率収束する前に500枚なくなりそうなんだけど俺。大丈夫か、いいよ、来なくて、来なくていいんだよ、誰も望んでないよ、どうせ使わないしね。まず10回、10連だと 60%。 おわ、マジで来やがる。30回で行こっか、もう1回、30回で OK、 来た、まず10連、ここで星5、0の確率は 60%、 まず 60% に入っていった。次は来るんなよ、マジで来るやんお前ら、いらんぞほんまに、 5% のくせに来るな、そんなに。 OK、 あかん、なんかめっちゃ来る、星5、モスからそろそろ貫突しそうな勢いで来る。 OK、 いいよ、この調子でいこう、もう160連使っちゃったよ、確率収束させたいよ俺は。 OK、 久しぶりの20連でなし。さあ30連目も来るな、来るなよ、頼む星5、来るな。 OK、 来ていく。どうする、30連してゼロの確率が 20% なんだよね、ちょっと低いよね。40連行こう、40連やってゼロの確率が 12% だから 12% まで行きたい、来た、 12% 来た。50連してゼロの確率が 7%、 ちょっと待って、40連で一回引いてみようか。今すでに俺は 12%、 40回連続で星5が来ないっていう 12% の確率に入ってるわけだ。じゃあ 6% 引けんじゃね、いけるっしょ。あ、来なそう、ダメそう、
あ、ダメだった、ファンミュージュだった。ちょっと待って、これで今41回だから、ちょっともうちょっと確率高めよう。こっちでもうちょい確率高めよう。頼む、来ないでくれ、星5。うわー、来やがった、確率がリセットされていく。ちょっと OK、 まずは10連。俺何やってるんだろうねこれね。10連20連、いいよ、頼む、来るな来るな。おー、湧き上がるクレス、いらねえ、いらなさの極み。さあまず10連貯めていこう、ハズレを貯めていこう、ハズレを貯めることで当たりに近づく。20連、さあ来い、来た。30連、頼む、絶対来んな、絶対来るな、よし来た、あと1回行こう、頼む、もう来ないでくれ、星5、来ないでくれ、来るなよ。うわー、カラッチーに、お前マジで、お前本当にいらんよ、お前誰も望んでないぞ、お前が来ること。強肩フィジカル、あ、ちょっと強かった、でもいらない。くそ、せっかく40連まで行ったのにね、俺は何をやってるんだって気もするかもしれないけどね、もうこんなことをやらないとね、最近のあのね、メッシュガチャがひどすぎてね、耐えられないのよ。でもメッシュガチャさ、背景色違いじゃないじゃん、背景違いじゃないじゃん、ってことはやっぱさ、待機する方がいいと思うんだよね俺ね。さあ頼む、来んなよ。 OK、 40連目行こう。これでまた行ったら40連で来なかったから12%に入れる。カラッチーにお前一番いらんやつが邪魔してくんな。せめてブラジルのスイーパー来い、来るなら来るで。モスカル、コールモスカル多すぎなんだが、いっちゃちょい。あ、タファー初かも。あ、初じゃないわ、ニュー出てない。さあ OK、行こう、もうあと140回しかないから、ここで確率高めていこう、頼むわ。おい、クレスとカラッチーニの率やばいんだけど、絶対運営ディフェンスリーダーがいらないこと分かってて、カラッチーニ入れてるって。モスカルの量もやべえんだけど、どうしたお前、フィジカルスター、ここアタッカーなかなか優秀じゃねえかお前。おいおいおい、モスカルお前優秀じゃねえか。さあ OK、 サイドアタック優秀な OMF がギグスがいるのか、そうか。さあ20、あ、来るね。さあ、いや来るね、来ちゃうね、来い、来るね。ザゴってなんだっけこいつ、ピボーテか、いらんな。まあ、ぜひぜひ、シャビ持ってない人はザゴさん監督していただければと思いますが、私はねシャビいるんでね。さあ確率を収束させたい、もうあと60回しかいけないよ。頼む、頼むから星5来ないでくれ。おし来た、頼む、もう来るな、もう40連、これ、星5来るな、外れろ外れろ。うわすげえ確率。そしてロマーロもマジでいらないんやけど、こいつのいらなさもやばいんやけど、もうあかんわ、もうダメだ、俺の後残り40連、星5か1体も来ないぐらいの勢いじゃないと、あのサマースカウトなんちゃらチケットなんちゃらほんちゃらかんちゃらではもう星5は来ないことでしょう。あかんわ、もうあかん、めっちゃ来る、めっちゃ来るやん星5、どうしたお前ら、すげえ来るやん。ちょっと待って、最後引く前にさ、内容を見ていい？ストライカーとポストプレイヤーとアタッカー、マリチャナ・アルダールがどっちかっていうと欲しかったんだよね。ダスカントスはいらなすぎる。マリチャナ・アルダールが欲しいな。マリチャナ・ハードマーカー9500、タックル職人ジェントルマン弱いか。アルダールがスイーパーで古軍ジェントルマンなんだよね。今回アルダールぐらいだよね、いい選手。うん、さあラスト行きましょう。クソ、確率収束さ、収縮、ちょいちょいちょい、マリちゃんのさっきお前弱いよって言って、アルダールが欲しいって言ってたとこだけど、俺あかんわ、もうすいません、私の今回の企画は潰れました。なぜならなんか知らんけど星5が結構出てきたからってことで、残り2回引いていきましょう。もうロナウジーニョとメッシ引いて終わろうぜ、これでロナウジーニョかメッシ引いて終わろう、頼む。はい、終わった。ちょっと待って、これさ、いいんだけどさ、これごめん、もう全部引き終わった後に文句言って申し訳ないんだけどさ、これさ 6% やん、こいつ、こいつな、こいつサマースーパースターカーニバルスカウトチケット 6% やん、出るかね、 6% やで、6、
出現確率 6% やで。で仮に試行回数が5回ぐらい引けるんです、確かマックスで。あーでもそっか、 6% 5回も引くと 20% ぐらいの人は来んのか。 6% でも3回引くと 15% ぐらいの人は来るのか。じゃあまあ来た人はね、ぜひコメント欄に書いて私に一番してってくださいってことでね、あの確率の収束も何もできずに、しかもあのブラジルのスイーパーがそんなに集まらなかったっていう、もう全てにおいて敗北を期した私のとりあえず500連ガチャ動画はこんな感じです。マリチャナがとりあえず3人、アラバ、アルダール1。待って、アルダール何人来たん今回。1はないよね多分ね。マリチャナ、タファー、モスカル、ロマーロ、ロマーロ、あー多分アルダールほぼ来てないなこれ。おい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 、一番欲しいアルダールが来ずにどうするんお前。なんかモスカルとか、まあ、モスカルはワンチャンサイドのアタッカーだからありだけど、カラッチーニとかあのクレスとか、あのストライカーめちゃくちゃなんか3枚引きとか。いやカラッチーニ多いな。アルダール1か、ブラジルのスイーパー1か、これは貫突もできないな。すごい大敗を期しましたが、全てにおいて敗北を期したので、あの皆さんのところにね、あのきっと確率は収束するので私の運がいくはずでしょうってことで、この動画を見てね、あの確率上げてください。豆腐でした、バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした、バイバイ。